Relax.局地的な磁気嵐の影響、いや、そもそもこの場所の緯度と経度がわからないと。ねえ、たまに見えるオーロラが気になってるみたい。どういう原理で発生してるんだ。ルイも言ってた。解明できればワンダーステージの演出に応用できるかもって。冬のスポーツって、そうね、雪の結晶。寒い。やめろヘム、発泡スチロールは粉々にしても雪にはならないぞ。ふん、はっ。かっこいいポーズを決めれば暖かくならないな。
ここにはいろいろなぬいぐるみたちはいるが、本物の動物とかはいないのかい？そういえば見かけたことないかも。うん。なるほど。では人語を理解する動物がどこかにいる可能性は低いか。どうせカモノハシでしょ。ああそうとも、彼らの生態は未だ謎に包まれている。その生態について彼ら自身に聞けたらと思うと踊り出してしまいそうだよ。こんな感じでだいぶ危ないから、もし行っても近づけない方がいいかもね。あはは。冬らしいバルーンアートを考えたんだ。早速披露したいね。年を越す前にロボやドローンたちの点検をしてあげないとね。冬らしいバルーンアートを考えたんだ。早速披露したいね。年を越す前に冬らしいバルーンアートを考えた。年を越す前に冬らしいバルーンアートをか年を越す前に雪の結晶を作る実験は知っているかい？ペットボトルでできるんだよ。冬の人気者といえばスノーマン。というわけで司くん、ちょっとスノーマンになってくれないかい？はーはっはっはー。